どうも、構図です。今回ですけども、J1 第28節アルビレックス新潟ベース FC 町田ゼルビア試合後監督選手コメントチェックということで、いつものね、コメントを見ながら試合振り返ろうのコーナーやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。松橋力道監督のコメント、勝ち切るというか勝利に結びつけられなかったことは非常に残念ですけども、攻撃のところでは少しやはり相手の守備が硬いというかまだまだのところがありながら、守備のところは非常にタフで今日の高い守備をしっかりと90分間全員で繰り返してやれたというところは非常に評価できると思います。その守備の良さを攻撃にどうつなげていくかというところでは少しリハーサルの中で狙っていたことがなかなか出しづらいという状況ではあったと。ただ本当に天候もすごく悪く回復傾向ではあったんですけれども、そういう中でもね、本当に多くの方が私たちをサポートしてくださるところで、ちょっと勝利を届けることができなくて残念ですけど、また次節名古屋戦にしっかりいい準備をしていきたいと思いますと。秋山選手メンバー外の理由はということで、家庭の事情ですということで、いやーなんかね、海外移籍準備とかあったら慌てましたけど、そうじゃないのが分かってよかった。秋山選手の不在により、攻撃アイデアを変えたのでしょうかと。そんなことはないです。彼がいなくても十分そういうものができる選手がメンバー入りしました。最終的に出し切れなかったということはあったかもしれませんと。そのできる選手が入ったけどその選手自身がそれを出せたかは別問題ですよという話なんでしょうね。松橋監督のコメントを振り返る、町田が守備固いっていうのは多分ある程度想定してたんだけれども想定以上だったよと。一方で新潟はちゃんと守れましたよねは高評価だと。攻撃の部分では準備していたことがなかなか出しづらい状況ではあったと。結構だからその町田が中央固め、あとはね、谷光成の守備範囲が広いんだよね。ゴールキーパーの。それもあったのかなっていう気がしますし、やっぱりセンターバックに中山が入ってるっていうのも含めて、ちょっとね、中央の選手のクオリティの高さ、あとはその望月ヘンリーが、やっぱり高さもあってロングスローも投げれて走れもするっていう。で、杉岡はね、プレースキック蹴れるし、クロスの精度高い。彼もタフに走れる。結構ね、町田の4バック、庄司がね、やっぱディフェンスリーダーとしても君臨してますし、そこ含めると結構町田のディフェンス陣って J1 の中でもかなり上位なんじゃないかっていう、部分があるので、だからただでさえね、決めるときに決めきれないっていう課題がある新潟にとっては、ね、いくら準備してたと言っても、その町田のもう守備網をかいくぐるのはちょっと難儀したのかなっていう部分があるんでしょうかね、多分ね。一方でボランチで言ったら宮本選手がよく動いてたなというふうな気がしますけどね。あとは島田選手の、ね、ミドルも決まってればっていう。ああいう、だからその前半ちょっと良かったのはやっぱああいうミドルシュートがちょこちょこあったっていう。あれはやっぱり町田のそのもう強固な守備陣って分かってる、その彼らのポジションをこうずらすことができるじゃないですか。だそれが後半ちょっとパタッと止まっちゃったのがね、その小見選手、谷口選手入って、さらにブーストかけようという時に、なかなかそういうのができなかったっていうのは、ちょっとね、想定外だったかもしれないですけど。あとはやっぱダニーロ選手の左足を完全に封じてきてましたもんね、町田ね。そこも多分若干そのリハーサルと違う部分なのかもしれない。って考えるとやっぱり両利きの選手をやっぱり、揃えたいよねっていうのはね、今後の編成面的に多分寺川強化部長も、考える部分なんじゃないですかね。どうなんですかね。だから左右できる選手を育てるのもそうですけど、やっぱりそのこっちの例えば左利きでそれがやっぱり強みの選手が左のコース切られちゃうと、やっぱりもうそのなんだろう、強みでない逆足でプレーするしかないってなったら相手の思うつぼになっちゃうのでね。だそこら辺考えると太田俊介選手の復帰が待ち遠しいですけどね。そうやっぱ右でも左でも蹴れる人だから、長谷川元輝選手みたいに右足アウトサイドの精度が異常に高いとかだったらまた別よ話。だからそういうのだったらまた話違うんだけどさ、そのコース切られた時にその逆足かその利き足アウトサイドとかでなんか対応できるような選手が必要になってくるかなっていう気はしましたけどね。町田ゼルビア黒田監督、ここまでさっきの天皇杯と今季のリーグ戦の前半戦で新潟さんには 2連敗をしているため、私個人としては新潟戦初勝利へのチャレンジとなりました。0-0 のクリーンシートで終われたことは良かったのですが、攻撃に転じた際にボールロストがあったりパス一つのクオリティの精細を変えたことでなかなかフィニッシュの形まで持ち込めませんでした。
攻撃に改善すべき点があるということです、うん、ただ相手云々よりは自分たちでしっかりと矢印を向けゴール前での崩しに関しての改善を図っていきます、我々としては課題が残った試合になりました。リーグ戦残り10試合となりました。次の国立での裏合わせに向けて結果を残せるような準備をしていきたいと思います。まあこれ小島のスーパーセーブが3発ぐらいあったっていうのもあるけどね。まあでもやっぱ J1 でやっぱりその J1 の差って J1 と J2 の差って何があるかっていうのを前なんだっけ誰かな佐藤久人とかあの元サンフレッチェ組の選手が答えてたなんか動画があったっすけどあれはもうキーパーとフォワードだっていうなんか言ってましたよね。うん、キーパーがまず違うっていう。だから本当小島重要だなっていうのを新潟目線では改めて感じましたけどね。攻撃決めの課題についてもう少し具体的に聞かせてください。ハーフタイムに話したことはオセフやヘンリーのところで起点を作れてはいましたがもう少しサイドから臨機応変に攻める形を作れるんじゃないかという指摘はしました。開始10分15分は仕方ないしも前半からサイドを攻略するために、攻撃の一口を見つけていくための形について話をしました。まあオセフン空中戦全部勝つマンでしたしね。望月ヘンリーもね、背高いし、ね、起点作れたけど、まあでもなんか、昨日の試合見てると、銭湯と白崎がボランチで重宝されてる理由は分かりましたけどね。あとはその前線の選手の動き出しとか、そういう細かいところじゃないですか。そう、なんかそんな感じがした。もう白崎と、なんだ、銭湯がちゃんとボール散らせるし、守備ではちゃんとポジション移動できるし、粘り強く対応し、初期対応できるし、やっぱそのディフェンス4枚、谷康生、そしてボランチ2枚は結構町にとって要ですよね。守備堅いチームっていうのがやっぱりウェイクチームでもあるし。で、まあ、攻撃はやっぱ単純明快というか、やっぱオセフンとか、持ち月ヘンリーとか当てて、それをちゃんと藤尾とかが拾ってっていう風なところですけど、まあだからちょっとそこら辺がもうちょっとバリエーションあればって話なんでしょうね。後半の残り15分、彼を押し込む展開を作れた要因は、前線の選手がフレッシュになったことで、新潟さんが意図した形で配球できずにセカンドボールを回収することができたことが大きかったです。セカンドボールを回収できたことがロングスリーコーナーキックを取れた要因になりました。そう、後半の終盤は結構なんか、サンドバック状態でしたもんね、新潟ね。いやなんかそこでわざわざ繋がなくていいのになみたいな。せっかくなんか前半ねキーパーからのロングボールみたいなの結構あったりね、もう小島から鈴木にドンピシャのボールとかってあれすごい技術力高いなみたいなシーンもありましたけど、やっぱりどのチームも新潟はゴールキーパーからゴールキックを 7,8 割はディフェンスにパスする、ショートパスで破壊するっていうのはもちろん分析されてると思ってて、それを元に相手も狙ってはめてくるわけじゃないですか。ハイプレス、ショートカウンターできたら楽だし、点取れる確率上がるし。でもやっぱりそれを前半割と新潟はアレンジしてというか、超短織り交ぜながらっていうふうなことで回避してたんですけど、なんか後半選手交代してから逆になんか、ね、そのいつもの新潟のゴールキーパーからのビルドアップになんか固執しすぎたような印象もあったんで、あれがね、なんかそう、町田の選手はフレッシュなのにそれやっちゃったら相手の大壺じゃねっていう話なのかもしれない。小島選手、アルビレックス新潟小島選手のコメント、前半なんかはすごく自分たちらしく後ろからしっかりつなぎながら前進できたと思います。ただ最後の局面でのバリエーションであったり仕掛けも含めてですけど、ここで打開するのがグループ戦術で崩していくところをもう少し増やしていければ、より厚みのある攻撃できたかなと思います。そうだからゴールキーパーからミドルパス、ロングパスでサイドに当ててからまた後ろに戻してっていうところでは町田はプレスに来なかったですよね。一方で、そのゴールキーパーから回すときはちゃんと初期位置セットするみたいな。だこれは町田の新潟対策なんじゃないかなと思いますけど。空中戦が多くなる中での守備意識は、集中力を切らさずに、まずはしっかりボールに対して一人がアタックするところと、アタックした際にカバーするところをチームとして練習でも意識をしてやってきたので、それを90分通して好きなくできたと思います。相手は空中戦を強みとしてやってくるので、そこを徹底して守ることができたからこそ、自分たちのいい攻撃につなげられたのかなと思います。ね、なんかデュークかオセフンか1人に4人ぐらいぶっ倒れたシーンもありましたよね。望月ヘンリーだっけ。もうあれが本当に新潟が準備してきた守備のね、神髄なんじゃないかな。ビッグセーブはさすがでした。もう3点は止めたね。いや、まだまだですね。本当に結果は失点ゼロにはなってますけど、今の結果に満足せずビデオを見返せば課題は絶対あると思うので、さらに良くするためにみんなで修正できたらいいと思います。と。
まあこういう、うん、緩まない選手が本当に重要ですよね。やっぱりその先制点取られてた、ね、その前半戦の20試合のうち多分十何試合、半分以上、4分の3ぐらい先制されてた試合が多かった新潟ですから。まあだからその20試合も消化する前に気づいてよって感じなんだけど、もう残り10試合ですからね。もう今28節ですからね。これをシーズン当初からやってれば、もっともっと上の順位に行けたのにっていう、まあ、たらればになっちゃうんだけど、逆に言えばその20試合失敗したから、ね、今があるっていう考えもあるから、なんとも言えないけど、やっぱそこのメンタル面の充実度は、ね、もう去年もそうだけど、去年も後半悪くなかったじゃないですか。むしろ良かったじゃないですか。そのスロースターター具合、シーズン開幕からのスロースターター具合は、なんか本当に根本的な問題があるような気がしてる。今、それこそね、2連勝した後、首位に引き分けって、結果だけ見たら悪くないと思うんですけど、なんかそこの根本的な問題は果たして解決しているんだろうかと。毎試合ね、選手、監督のコメントのね、動画撮ってますけど、こういうふうに小島選手みたいに引き締めてるコメントしてるのって、本当に小島選手、藤原選手、鈴木選手とか、あの辺なんですよね。ちょっと、そこは、まあ、来シーズンも含めるとちょっと気になるところかなっていう気はします。堀米キャプテン、ゲームの入りはここ数試合すごくいい入りができているので、それを継続しながら先に失点しないこと、固いゲームをしながらいずれ来る自分たちの時間で仕留めたいなと思っていましたけど、なかなか最後のところでこちらの精度の問題もあるし、松田の守備の硬さというのはやっぱりさすがだなと思いました。ただそういう中でも本当にみんながハードワークして最後まで失点ゼロでゲームを進められた、勝利の可能性を90分間残しながら戦えたゲームだったと、そんなに悲観することなくいいところをしっかり継続しながらまた次に向かえればなと思いますと。首位を走る松田との対戦、どんなことを意識しましたか。ホームなので相手どうこうじゃなく、ここで負けるわけにいかないという話をしてゲームに入りました。実際みんなの示した姿で非常に素晴らしいものだった。次の名古屋戦、この勝ち位置をどう意味のある思いをするか大事な試合なので、プレーできる全員で競争しながらまたいい週間を過ごしたいと思います。またね、その名古屋相手に勝って、ちょうど11位12位対決なんだよな。勝てばもちろん上に上がれる。そう、ここで緩んではダメなんだ。そう、まあキャプテンらしいコメントかなと思いました。せーの、ポーズ TV。 ありがとうございます、ありがとうございます。町田ゼルビア、杉岡選手のコメント、守備陣としては無失点という手応えを得られた中で、攻撃では1点が遠い展開となりましたという質問に対して、攻撃では不用意なボールロストが多かった影響で攻撃する時間はあまり作れませんでした。カウンターを成立させるためにはボールを奪った後に1本目のパスの精度にこだわらないと、後半の終盤ぐらい押し込んで敵陣でのスローインやセットプレーの回数を前半から多く取りたかったですと。そういう展開を前半から作っていかないとなかなかゴールは決まらないかなと思いますと。まあだから新潟のボールダッシュも光ってましたよね、そういう面で言うと。左サイドの縦パスを出発点とした連携プレーからコーナーキックを取る場面もありました。オセフン一辺倒でなく、もう少しコンビネーションで相手を崩す加算にトライしてもいいかもしれません。後半は相手も疲弊しています。いいポジションを取ってボールを動かすことができれば、ポケットを攻略する形も作れると思います。状況を見ていろいろなバリエーションを増やせるようにしたいです。あ、これはね、町田ゼルビア の、 その黒田監督とか、その原フットボールダイレクター の、 そのインタビューとかコメントとかで見てると、来年はね、もっといろんなことにチャレンジするかもしれませんと。ただ今は J1 昇格初年度で、もうある程度決め事 をある程度絞って、それにフォーカス当てて尖らせていくスタイルで、まあ、J1 でどこまで通用するかのチャレンジしている、状況であるという話なんですよ。なので、まあ、来年以降の町田は今よりもそういうバリエーションが増えるかもしれないし、まあ、杉岡選手途中加入の選手ですから、まあ、そこら辺も見据えてっていう部分は多少あるのかもしれないですね。藤尾選手コメント、ボールを保持する相手に対するプレッシャーのかけ方を振り返っていかがですか。ハイプレスにするかミドルプレスにするのか、どちらにするかを迷いながらやっていた部分がありました。あー、じゃあそこはあれなんだね、町田として決めてかかったわけじゃなくて、その割と選手の判断に任せてた中で、新潟ディフェンス陣がボールを回してる時に行かないシーンが目立ったのは、ちょっとそういう、ちょっと一旦引こうかって判断が優先的に、選択された結果、なかなかその相手の陣内でプレーすることが少なかった前半みたいな感じなんですかね。相手のボールを動かす枚数が増えると前線も追い切れないので、途中からミドルプレスに切り替えようって話をしました。なるほどね。
ボールを保持されるかと想定内という中で我慢の展開になりました。思った以上にボールを持たれました。それでも失点ゼロでいくとワンチャンスが来るし、そういう展開に持ち込めたのは良かったですが、攻撃のバリエーションをもっと増やせるように前線の選手はボールを失わず生き点を作れるようにしたいです。最後にワンチャンスを仕留めればという展開に持ち込めるように全員で一人としながらプレーできたと思います。攻撃陣としては次のチャンスを仕留められるように準備をしていきたいですということで、だミドルプレスに途中から切り替えようって話で追い切れないのでって話でやっぱ体力消耗するのは新潟の思うつぶだよねっていう風な話で、多分その前から追うのやめようやって話にした結果、新潟がボール持って前半結構新潟のペースだったと。思いのほかその新潟の選手が町田陣内でもボールを回せてて、ボールをあんまり失わなかったっていうのが多分想定以上にボールを持たれたっていうところなんですか。その横茶化じゃないけど、その新潟が新潟の陣内でボール持ってることは別に町田にとって別に怖くはなくて、町田陣内でも新潟がボールを持つことが思った以上にあったんじゃないかなというふうに思いますけどね。まあ非常に締まった試合だったけど、まあルヴァンカップの2戦も見据えてお互いなんか手の内を出し切らないみたいな雰囲気感じましたけどね。皆さんいかがお感じだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。